こんにちは、小和田です。 NHK 大河ドラマどうする家康第25回遥かに遠い夢、これはですね、今週それからまあ先週と、まあ、2週にわたってですね、まあ、築山事件が取り上げられました。まあ、今日はそうした築山事件に関して、まあ、従来、まあ、通説として語られてきたものとの違いですね、あるいはまあ見られた方は違和感を持たれた方も多いのではないかと思いますので、今回は築山事件の、まあ、いわゆる最新研究による、まあ、新解釈ですね、これをいくつかに分けてお話をしたいと思います。まず第1番目は、2人の死は、まあ、信長の命令ではなかったというね、捉え方です。まあ、これ従来説は武田との内通を知った信長が2人を殺せというね、そういったあの命令で2人は殺されたという形になってましたが、今回ドラマでは酒井忠次が信長に家康の意向ですね、築山殿、それから信康様ともに自害にしていただく所存にございますと報告すると、まあ、信長が存分にせいという、まあ、信長から2人の死を命じられたというよりかはそういう作りになってないというね、ことになります。でこれは実はですね、家康資料集の中の、三河物語の中に、これはまあ従来の数説の元になっているのが、まさにこの部分なんですけれども、要するに信長の命令とするのは、要するに、三河物語が、出典ということになります。これが一つ目の話題です。から二つ目、築山殿は今回悪女の作りにはしてません。悪女ではなかった。で、江戸時代に書かれた、築山事件の、記述のすべてはですね、彼女が悪女だったという書き方をしております。で、その悪女という、ね、書き方になった、従来説はですね、いわゆる姑による、これ築山殿ですね、それが、自分の息子信康の妻である五徳をいじめる、いわゆる姑による、嫁いじめということで、信康のなんていうんですかね、信康姓、五徳との間に、女の子しか生まれないということで、嫁姑の、争いに、争いというかいさかいに、発展したというね、この、嫁姑の関係が、彼女を悪女にするみたいなね、そんな作りになっていたというところがあると思います。それから3つ目なんですが、築山殿ですね、これは従来は富塚というところで、暗殺された、これが通説です。でこれはそれこそ、国史体系に入っている例 の徳川実紀です。その徳川実紀の、この東照宮御実記の牧さんというものなんですけれども、ここに、野中三五郎重政に命じたというふうに、要するに殺害を命じたというふうにあります。で、ドラマではですね、通説通り、真鳴湖畔で、築山殿が死んだという描き方をいたしました。ただこれね、従来説は、殺害されたというのを、今回は自害というふうに描いた、そういう違いはあります。でただ問題はですね、場所です。今回は真鳴湖畔でというふうに描いたんですが、家康関係の資料の一つの石川詳細文献集という資料によりますと、彼女は、三方ヶ原で腰の中で自害をしたというふうな、言われ方をしてきていますので、このあたりも従来説との違いというふうに、描かれ方がなされたのかなというふうに思います。それから4つ目なんですけれども、家康は2人を逃がそうとした
で、まあ、逃がそうとしたとする説は、まあ、従来からもありました。例えば、まあ、私自身もですね、2010年に出した、まあ、詳細図説家康記の中で、まあ、この問題に触れまして、8月3日、家康は岡崎城に出向いて、まず三河の国大浜に信康の身柄を移し、さらに、9日には小将5人をつけて遠江堀江の城に移し、最後には二俣城に移して大久保忠世に預けることにしたというね、そんな書き方をしています。まあ、信康が、まあ、無実であることを、まあ、承知しているだけに、なんとかその間に逃がそうとしたと図ったのであろうと、まあ、私はそのような推測をしたわけですが、まあ、ただこの逃がそうとしたとする説は、まあ、その後、まあ、ほとんど受け入れられなかったわけですね。まあ、今回の放送で、まあ、そのように描いたことでどう変わってくるかは、まあ、これはちょっとこの先分かりません。そして5つ目、築山殿と信康の悪行を五徳から信長に報告させる、あるいは密告させるようにしたのが、まあ、築山殿というのは、まあ、新しい解釈ではないかと思います。通説はですね、五徳が、まあ、築山殿と信康の悪行を12箇条書き連ねて、びっくりした信長が酒井忠次を呼び寄せ、まあ12箇条中、まあ、10箇条まで弁明できなかったとするということで、まあ、これが、三河物語ですね。そのあたりのいきさつが、まあ、出てくるわけです。354ページですね、ここですね、まあ、このあたりに出てきますので、まあ、これはですね、まあ、要するに、三河物語の記述だと、まあ、五徳が書いた12箇条を、まあ、酒井忠次に持たせて、まあ、信長のところに行ったという、まあ、そういう記述になっていて、まあ、若干違いがあるんですね。まあ、このあたりは、まあ、もう少し、まあ、研究が必要ではないかなというふうに思います。まあ、ということで、まあ、この築山事件、まあ、築山殿の事件ともいう信康事件とも言ってますが、まあ、この全体像がまだ明らかになっていない部分が多いんですね。まあ、それで今回の、小沢亮太さんの脚本では、まあ、そのあたりの明らかになっていない部分を、まあ、こう考えたら整合性があるんじゃないかという形での新しい解釈を、描いてきていますので、まあ、このあたりそのことが、まあ、どうなっていくのかっていうのは今後の私は研究に、まあ、委ねられているのかなという、まあ、そんな印象を持ちました。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。